パロールは角に叩いたりすると割れたりする可能性がありますので優しく叩いてください。また周りの足を叩いたり擦ったりツンツンしないでください。大声を出したり周りの人がびっくりするような応援はお控えください。また角のダンス角の振り付け横のワーシップに迷惑になるような行為はお控えください。公演中マスクの着用を必ずお願いいたします。また公演後の手洗い、うがい、消毒は忘れずにご協力をお願いいたします。スマホでの写真、動画の撮影は OK です。また撮影する場合は横や後ろのワーシップの方への配慮をお願いいたします。ルールを守って安全にライブをお楽しみください。Thank you.
この子は本当に鳥の草に鳥をくんと名付け、末長く鳥をくんと暮らすのであった。
か見れた。すごい、米粒が失礼か。何て言うんですか、ゴキブリぐらいの大きさだったんだよ。そうだね、大きさ。米の名前がいいよね。いや、みんなさ、こっから見たらこっちだから。じゃあ、お米ぐらいなんですけど、ちゃんと見えてるので、顔は3階の方も、2階の方も、そして1階の方も、距離関係なく、みんなにいいものを、私たちの思いを届けていけたらなと思っておりますので、最後までよろしくお願いします。はい、広島県出身、右手高校と松田美里です。みんな来てくれてありがとうございます。はい、渋谷公開堂でライブするのを始めまして、今回3回目なんですけど、3回目だよね、3回目なんですけど、やっとお客さんの顔を見ながらライブができる瞬間ということで、ライブ渋谷ということで、本当にテンションが上がってまいりました。遅いかな。今やっと上がってきて、そうですね、感極まりそうになりかけました。みんなが来てくれたこの時間を大切に今日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、福岡県出身の中野ひろかななせです。本当にもうこんなみんなの顔がずっと見れると思ったら、なんかね、ずっと見たくなっちゃって、さっきも振り付け忘れてずっとガン見しながら踊っちゃったんですけど、すごいガン見しちゃうんですけど、みんなも今日バスタの顔しっかりガン見して、みんなと目合わせて帰ってほしいなと思います。今日はいろんな、ね、状況の中来てくれて本当にありがとうございます。最後まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。神戸出身、坂本葉月です。今日はね、皆さん拍手だったりバンバンだったり、それでねの応援になってしまうと思うんですけど、私やりたかったことやっていいですか？はい。わーってやって、チャッ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 っていうのをやりたい。そう、だから、みんなも全員一緒にやっていただいていいですか？やってみよう。いくよ、せーの。
Thank you.